私たちでもできそうな暑熱順化の方法を消防隊員の皆さんに伺いましたまず一つがこちら、はい、レインコートで運動をするということなんですけどもこれ先ほどの防火衣のように、はい、これを着ていた方が汗が出やすいからいいということなんです、ね。確かかに汗はかきそうですけど、うん 晴れの日のレインコート少し人目が気になる気がするんですそうですよね、まあ、それに加えていきなり無理をしてしまうとかえって熱中症になってしまうかもしれないので注意をしてほしいということでしたでそれよりももっと簡単にできる方法というのもありますそれがこちら、はいはい、入浴なんですけれども、はい、これポイントがあって暑すぎない温度でゆっくり長く入ることがいいとさらに足湯だけでも効果があるということなんですよ。そそそれは簡単にできそうでできううすすねそうですよね 富澤さん、水分補給も大切じゃないですか。そうですね。これどちらも水分補給をしながら行うようにしてください。